Hello! I have a very exciting episode to you, uh, for all you guys today because joining me today is the legendary Vinland Saga author Makoto Yukimura Sensei, uh, and uh, I get to ask him some questions about Vinland Saga. Yukimura Sensei, thank you very much for coming today. <laughs> I'm very excited. <laughs> <laughs> arigatozou. Okay, arigatozou. I'm excited too. Are oh, you excited too? <laughs> that's good. That's good. So, just start off with. I wanted to ask. Kind upbringing of about your はい私が漫画が好きだったのはもう覚えてないぐらい小さい頃ですもう理由もなくいつの間にか好きでしたそれがでもジュニアハイスクールですねその中学の時に私初めてこれから自分は何者になるんだろうっていうことを学校に問われたんですあなたは何になるの その時にまあ他には考えられなかったっていう感じですね。他には考えられなかったのに、僕は漫画とは全然関係ない学校へ進学しようとしました。そうそしたらその時大変後悔しまして、ちっとも勉強が身に入らないんです。それであ,あ、僕はダメなんだ。漫画お仕事にしないときっとダメになるってはっきり思ったのが16歳の時です。 そうですねまあ一番本当にこういう時僕が大事に思っている漫画の名前を挙げるとすればもうそれは坂口久先生という方の書かれたあの作品です石の花 アカンベ一級という名で知られています。つい先ごろフランスのアングレームで、あの坂口先生の石の花という漫画は遺産賞という賞を受賞しておりました。大変な傑作です。あの漫画史にこれからもずっと残り続ける大傑作だと思います。僕は坂口久志先生の漫画を読む前と後とでは 違いました。坂口先生の漫画を読む前の僕は、漫画はジェットコースターやアトラクションだと思ってました。でも坂口寿先生の漫画を知ってからは、漫画にはフィロソフィーが入っているということに気がつきました。そこから漫画との付き合い方が変わりました。坂口先生はそういう人です。Would you say that he's had a big influence on how you write your own stories in manga as well? 大いに思います。 はい、作風というか私が漫画を描き始める時にはもう坂口先生を知っていましただから変わったわけではありません最初始めた時にはもうすでに私は坂口久志先生のものを吸収した上で始めましたでもきっと知らずに始めていたら今と全然違う漫画家になっていたと思います Hearing this, I've always wanted your manga have always been very deep and philosophical and tackling very human themes. And I've always wondered, was this something you've always wanted to explore or was there something about your childhood that really inspired you to tell these kinds of stories? So this is a very thing. 私がもう本当にこれにしか興味がないと言えるのは三つだけでそれはもう生きることと死ぬことと愛ですもうこれしか興味がない <laughs> だから興味のあることだけを書いてきています誰の影響を受けたっていうのもわからないですいつの間にかそうですただでもやっぱり坂口先生はその中でも大きな答えをくださっています

仕事を見てくるということは、若い頃はやりました。も東京にはたくさん漫画家がいて。だから、どの人もいつも人手が足りないんです。いつももう、あの。<laughs> 追い込まれていて。だから、あっちこっちに呼ばれました。それで、たくさんいろんな仕事を見たのは。良い経験でした。So, When you decided to be a mangaka, did you get any pushback from friends or family saying, oh, this isn't a good career path, um, or you should find something that is a more stable career? Because I wanna know because I had the same experience with a you being a YouTuber. <laughs> 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 ah. 漫画家になれてた時笑いもしたしで後押しもしましもまたありがたたいことですただ私が初めて漫画家になりたいと家族の前で言った時に家族は揃ってみんな冗談を言ってるんだと思って笑ってて笑いましただからその時僕は家族に「今日笑ったことを忘れるなよ」って生 <laughs> き <laughs> のいい子供だったんで <laughs> そう言いました。<laughs> <laughs> 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 so I guess we should start talking about Vinland Saga. Um, I've always been curious because I've read your previous works as well, Planetess, which I love. Vinland Saga, it's such a different setting from Planetess. What inspired you to take on a more historical and Nordic mm. story with, your, with Vinland Saga? <laughs> <laughs> でも同じことを書いています。ヴィンランドサーガーもプラネテスも実は同じことです。先ほども言いました僕の興味のあるたった3つのこと。僕はまずプラネテスのような世界でそれを書いてみようと思いました。ちょっとうまくいかなかった。<laughs> あ思ったよりみんなに伝わってないなと思って今度はもっと伝わりやすいシチュエーションをその作って今書いているところです。 これを描き上げてみて、やっぱりあんまり伝わってないなと思ったら、また別のやり方でやってみようと思います。伝わるまでやってみようと思います。<laughs> I think the readers get your message.One <laughs>、um, thing that's always, one core concept that's always been strong in villain saga is this idea of being a warrior and exploring the concept of violence. 書きたいものの目的がまずあります。そこから逆に考えて、あのー、シチュエーションやテーマやテーマ,テーマじゃないその、こういう世界観ですね。バイキングという時代、そういうもの登場人物などが後から決まってきます。私は 喧嘩大嫌いです <laughs> あの乱暴なことはとてもとても本当に怖くてでも私の書くべきものにはバイキングが必要でしたバイキングがどうして必要だったのかっていうと彼らは <laughs> 話が通じないよそへ行って人を殺して いろんなものを奪い取ってくる。とても、もう、彼、彼らには、生きることも死ぬことも。愛についても、もう書くことがいっぱいあります。か、彼らほどは愛情の薄い人間はいない。<laughs> だから、だから必要でした。だから、書くために。それらを書くために、彼らは。うってつけ格好の素材でした。 それで私は書きましたバイキンズはかっこいいと思いました <laughs> とてもかっこいいそれもやはり大事なことですあのー、私たちは暴力をかっこいいと感じますこれについて無視してはいけないと思いました暴力はいけないと思いながらもとてもかっこいいこのことをもうしっかり受け止めていかなきゃいけない それもやはりバイキングを描こうと決めた理由の一つです私も専門家の人から見たら大したことはないです。でも できる限り頑張りました本。割と調べてみれば。その、私、日本語しかわかりませんけれども、日本語でも読める、そのバイキングについての本が。たくさんあることが分かってきました。そうですね。ある程度。そうやって、本を読み込んでいったら。あとは、取材すれば、何とかなるかもしれないと思えるようになりました。 h a v e you watched a lot of like historical dramas or other stories in this time period、um, Or was there just something you wanted to challenge yourself learning about yourself そうですね映画本やっぱり読みましたあのルーネル・ヨンソンという方の書いたあの小さなバイキングビッケあれが僕とっても好きです子供向けに書かれたバイキングの本ですけれど 僕のビンランドサガーにとっても大きな影響があると思います。トルフィンは戦うのが嫌いなな人になりましたねヨンソンのその各主人公ビッケも戦うのが嫌いな子なんです。バイキングのそういう子をずっと書いている子ども向けの書物で僕はそれが一番好きですね。 うん、大いいいいいいににに影響を受けててててるるととと思まますすさに今もも悩んででことについて話してもいいですか <laughs> ず,っとずっと悩んだままやってきましたけれども今が一番悩んでいます。 本当にどうしたら伝わるんだろうってずっと考えていますどうしたら伝わるのか何をそれはもうもちろんですあの戦争ってバカバカしいってことです戦争ってあらゆる角度から見てバカバカしいとてもどう,どうでもいいことなのにやりますみんなやる偉い人ほど戦争をしなければならないという決断をいつかする もしくはそその予防をすす。る。そして必ず言います仕方がないんだって大人ほど言いますそんなはずはないと僕は思っている仕方がなく戦争をしなければいけないんだって言い張って戦争を始める人たちがいる僕は絶対にそんなことはないと思ってるんだけどどう言えばいいのかわからない <laughs> とても難しいでも僕はこれはずっとこれ漫画を通して言いたいんだけれどまだうまく言えない <laughs> 難しいです Yeah, because the emotions you convey in your story have always been so strong and I think that's why so many people love it.、Um, have you ever taken any inspiration from anything that's happened in your life ない気がします。<laughs> あ、僕は、僕は宇宙船に乗ったことがないし。<laughs> そうですね。人を殺したこともないですね。<laughs> よかった。<laughs> そうです。僕ないですね。でも。<laughs> でも、僕の考えていることをいつも当然書くので。 具体的な私の過去の経験を書いたことは多分ないと思いますけどでも経験かから得たた考えを書いいてはまますす質問の意図ががつめような気がします私あのプラネテスをあのハチマキという彼、はい、彼が夢を,にを目指して本気になったらとってもピリピリしていつも怖い感じになっていたじゃないですか。 あれは私ですね <laughs> あれはそ,そうですそのまだ始めたばかり漫画始めたばかりでどうなるどうなっていくのかちっとも分からなくてもう不安で不安でどうしようもない私がそのまんまあそこにいます同じことをしてはいませんが同じ気持ちがあそこにあります you でも大体は戦争について書いているつもりです。暴力について書いているつもりですが、まあもう一つ言うなら人間は変われるのかということです。人間が 特に自分から変わる自分の意思で自分の望む方へ変わることができるかどうかあるいは他の誰かが変わることをいくらか手助けできるのかどうか僕は大いにできると思いますそのトロフィンもそのつもりで書いています彼の最初の時と彼の最,最新26巻の時の 表情は全く違うトロフィンはとても成長しましたそういうことを書きたいと思っていますその成長をするっていうことが人間の希望だと思います今日できないことは明日できるようになるかもしれない今日ダメだったことは明日反省できるかもしれないずっと変わらなかったら悪いことも変わりませんだから 変わ,る変われるということを説得力を持って描けたらいいと思っています。Yeah, because I そうです。まさに戦争ともう一つ大きな書きたいことのとして、私その人が育って変わっていくということを書きたかった。だから最初に出てきた時のトルフィンはあの乱暴でひねくれてて <laughs>、友達がいなくて。<laughs> とても彼自身幸せだとは言えなないような状態から始めましたそこから変わってい,いってほしいと願ってもしももしも今の俺って最低だって思っている人がリスナーにもいてそのたくさんいたとしてでも変われるって漫画を通して一緒に変わることを追体験できたら。 もしかしかたらその人も変われるかもしれない。そのどうしようもない <laughs> が緊張から始めました彼は。 復讐に失敗をしてアシュラットを失った時あのような状態になることは分かっていましたそしてやはり逆算の考え方です彼,を彼の精神状態を良い部分まで引き,引き上げてくれる人が必要でしたやはりその人の性格って トルフィンと同じように悩んで落ち込んでいてはダメなのでまあ明るく元気で基本的には前向きで行動するタイプ。エイナルという人間はもうこう言ってはなんですがだからトルフィンに合わせた性格になっています。 You mentioned Askeladd, and I have to say, right now, Ascalad is actually one of my favorite manga characters of all time. Um, what was your approach to writing such a compelling character, someone who can do awful things, but still be very charming? Thank you. <laughs> <laughs> Why, I don't know. He was born by 彼が魅力を持った人間に生まれてきたのは本当に偶然の産物ですね私はやはり同じようにトルフィンのために彼を生み出しましまたトルフィンを戦場へ誘い出してで彼をギリギリの厳しい条件の中で育てるトルフィンをたくましく育てる役割として死んだ父親の代わりにアシュラットを用意しました。 なので彼はトロフィーはみんなアシュラッドから吸収するわけです何もかも暴力というものもアシュラッドから知るだからアシュラットは残酷彼が残酷なほどいいんですでも同時に彼は父親でもあります優しくて見守る父親でもある残酷で見守る男 これれを両立させせなけけばいけませんそれは普通できないことなんですけどやらなければいけないのでやりましたそうしたらそのアシュラッドの中に生まれた矛盾が彼の魅力になったんだと思います。Hmm. Did you always mean for as because in a sense Thorfinn has two fathers where he is now Askeladd and Thor's そうですね。その私の漫画は不思議と父親と息子のセットが出てくる漫画です。あのー、ハーフダンとシグルドケティルとオールマルでトルフィンとアシュラッドトルフィンとトールズ。 そうですね。私自身もその息子を3人持っています。その多分ですが、自分の経験の中からかなり体験を通して実際に自信を持って言えるっていうことはがこれなんだと思います。父と子供。かつて私は子供で今は父親です。これが一番僕が多分自信を持って言える人間関係なんだと思います。だからひ 品質するんだと思います。義学さんはお子さんはえっとないです。<laughs> えっと今三十二歳です。<laughs> はい。お若い。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 子供がいると一つ本当に勉強になったのは自分に子供ができたら自分は大人にならなければいけません。 僕,僕とても大人なんて呼べる人間じゃない <laughs> 漫画を読んで漫画を描いてばかりいたのにこんな僕でも大人にならなければいけませんこれが大変な本当に子供を持ってよかったという思うことです人間の修行になります勉強になりました子供がいなければトールズやアシュラットを書くことができなかったと思いますいや、yeah, I can definitely feel that、um, since you know since you t a l k about being a father How has how that affected the way that you know you, you've written some of the characters here? Do you have a favorite character? I know that's probably like picking between your children, um, but maybe a character you really connect with in your own story. I I <laughs> アシュラッドは本当にあの僕ののの僕予想をを超えたたたそのやそや仕事を果たした子供で,可愛いです、ね、<laughs> かわいいこと。Very <laughs> <Really> cute. <laughs> so, I guess moving moving on to the anime, how did it feel seeing Villain Saga animated for the first time?、Uh, とても嬉しかったです。うん、はい、もうアニメになると思っていませんでした。<laughs> <laughs> 最初からずっとアニメになると思っていませんでした。だから僕は。 もう首は切断するし内臓はほじくり出すし <laughs> 子供を虐待するし <laughs> 女性も女性もひどい差別に合うし <laughs> 何でも書いちゃえと思ってましたけどアニメになったんで我慢すればよかったって今今更思ってます残もう失敗したなって思ってますまさかなると思わなかった <laughs>。<laughs> from the anime you've had such a big influx of new fans from abroad did the reception from villain saga from Uh, fans that はい、とても驚きました。これには出版社である講談社のそのお仕事に大変助けられたと思います。それと、近頃では本当にまあアニメの力ですね。私だけでは到底その世界中の人に知ってもらうことはできません。講談社が おそらく今二十カ国語ぐらいに翻訳してくれているんだと思います。いろんな国の言葉で、そして配信もしてくれるし、でアニメです。<laughs> まあこのアニメというもののその人へのアピールのパワーといえばとんでもないですね、うん。本当に嬉しいです。このアニメのおかげでたくさんの人に知ってもらいました。 I guess following on from that, I, I mentioned this off camera uh, before, but uh, one thing that surprised me is that you have a presence on Twitter, so a lot of fans can actually comment to you directly. Um, and I remember one time when the fans discovered you have a Twitter, everyone was like calling you, you know, the goats, which means greatest of all time. <laughs> uh, did that surprise you at all, or did that? Fans on your work 慣れてきましたね。あのヤギではないんだと。<laughs> <laughs> <laughs> 私私は別に何かよくわからないスラングでいじめられているわけではないんだということはもうわかりましたので。<laughs> <laughs> <laughs> でも嬉しいです。本当にツイッター SNS あの今は本当に。 読んだ人から直接面白かったと言ってもらえるこんな時代になるとは思いませんでしたねありがたいことですただヤギの絵だけを送信してくる人がいますだから僕あのどうしてなんだろうってしかもたき何人もそういうふうにヤギの絵を送信してきますなん <laughs> でだろうって僕何か悪いことしたかなって <laughs> ヤギが好きと言った覚えはないのになって最初そう思ってました本当に <laughs> What have you guys done? Why, why would you do this? <laughs> um, so where the, uh, where the anime is now is actually in the Farmland Saga, which is such a big tonal change from the first part of Vinland Saga. How did you approach like such a big change in the story? Were you scared at all that readers would be less interested uh, in this new direction of the story? 僕はもうこれで打ち切りになるかもしれないと思っていました <laughs> <laughs> でもどうしようもないですね書書くくべきことを書くしかないのですだからもう戦争編が終わったら私は奴隷編を書くしかなかったのででも私私の読者は私を見捨てないでくれました私全然戦闘の描写を書かないのにちっともエキサイティングじゃない展開なのに。 読者は私を見捨てなかった。もう本当に僕はだからそれで読者たちを信頼しなおしました。I love you! <laughs> my, my one! <laughs> 本当に嬉しかったですね。何を書いても大丈夫だと思いました I love you!So <laughs> in Vinland Saga,、uh, you know, as someone who also you know, creates some kind of content, I have some pieces of my work that stick out to me that are memorable to me. Are there any scenes in Vinland Saga that stick out to you and are very important to you? He knows the exact volume. <laughs> 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 That's... <laughs> <laughs> はいアシュラドはアシュラッドがトルフィンのことをどう思っているのか僕もよく分かってなかったんですトルフィンなんかどこで死んでも別に気にしないと彼は思ってたのかもしれないでもいざもう本当に自分の,その運命が尽きるという時に 彼はトルフィンを巻き添えに住まいとしました。自分と一緒に死ぬことはないといトルフィンを突き放そうとしました。それはなんと驚くべきことに私はそのそのこのシーンを書く直前までこんなこと考えてなかったんです。アシャラドが言ったとしか思えない <laughs> <laughs> 不思議なものです。そのでもアシャラドはこう言ったんですね。うん 変ですね <laughs> <laughs> アシュラッドはどうやらトルフィンのことをそれなりに可愛く考えていたということをここで僕自身初めて知りました。これが不思議な体験でした。よく覚えています。すごい。Very interesting. <laughs> so I guess let's completely change pace for a bit. You know, too, I, I guess if you're okay with asking some lighter questions, you know, outside of Vinland saga, outside of being a mangaka, 僕は釣り好きが好きですね。フィッシング。ああフィッシング。モーラサイクル。ああそれから。キャンプ。まあ、漫画は何よりも好きですけれど仕事になってしまいましたので。<laughs> <laughs> そうですね。そのぐらいですね。In another interview, you,、uh, you mentioned that an anime you like Like currently is My Dress Up Darling. Uh, and that really surprised me because it's so different from Vinland Saga and your other works. Uh, is there any other anime that you're watching or that you like right now? あのビスクドールはとっても可愛いですね。<laughs> はい、本当にもう心をつかまれました。<laughs> 可愛いものが好きなんです。<laughs> 僕,僕は内臓ばっかり描いてますけれども、<laughs> あの。<laughs> 可愛い漫画が好きです。何でも好きです。面白ければ何でも好きです。もうどんな、ま、漫画にも限りません。小説でも何でも今一番すごいと思っているのは。 ブルージャイアント。ああ、オッケー。あれは、かっこいいですね。と、とってもクールです。ザーティーフッポ。そうです。ジャズ。ジャズミュージシャン、はい、ジャズプレイヤーを目指す。その若者が。世界を。旅して。ジャズの腕を磨く話です。<Yes. S 2> 私の。 3人の息子の一番上はあのハイスクールでー、はい、今自分は何になるんだろうとっていうことにとってもセンシティブになっている時でその彼が僕に教えてくれました「ブルージャイアントはとっても面白い」って多分彼にとってはあの主人公はとっても重なるんだと思います自分に。 これから世界へ飛び出していこうっていう自分にすごく力になってくれる漫画なんだと思います。友達とブルージャイントおすすめです。とにかく、<laughs> <laughs> Villain Saga is already a masterpiece, but is there anything that you've ever wanted to do differently or something you want to explore in Villain Saga that you haven't been able to yet? まあ。 読,む読んだ人はみんな思うかもしれないけれどもミクラガールドあのビザンチン帝国の話を本当は書こうかなと思っていました。トロフィンたちがそのフィンランドからロシアであのブラクシーでトルコイスタンブーそれをその道をたどっていく部分を僕は ごっそり省略してししてままいましたこれはいつか書かないと怒られるのかもしれないと思っていいいいいまままますすすたたたた未未来来ににつつててて書書みたい気がします過去についてはもう十分で次、ま、た未来のことを書きたいとをき思います。 そのなぜって今私たち今まで以上に未来にとても関心があるはずです私たちというのは私たち人間全員です私たちの50年後どうなってしまうんだろう遠い昔未来じゃありません戯学さんと私の生きている間の未来この地球はどうなっちゃうんだろう人間は常識は 食べ物ってあるのかなまだ人口は200億人くらいになってる <laughs> <laughs> 本当に未来のことが心配です僕た僕が残していくだろう子供たちのことも心配です未来について少し書きたいと思っています素晴らしい作家がいますその今僕と担当編集さんでその <laughs> 大ブームのアンディ・ウィアーという小説家彼は未来について書きますがどんなに困難な未来を書いても必ず人間が力を合わせればどんな困難も乗り越えられるっていう強い信念の持ち主ですそういうものが書けるといいですね、うん、アンディ・ウィアーのような仕事をしたいウィアーは very positive hopeful <laughs> 未来を考えるにどうしてもその二つが欠かせない。みんなでその希望を持って未来を見つめることができれば何でも何とかなる。<laughs> 面白いと思います。<laughs> 面白い <laughs> <laughs> と思います。Um, so I guess without without any spoilers,、um, you said it a few years back that this current arc of the manga will be the last. ネタバレをするしかない。<laughs> これっきりです。私はもうこのヴィンランドの話を書き終えたらこれでヴィンランド、ね、サガは <laughs> <laughs> <Sorry>. <laughs> 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 um, and finally, just thank you very much for taking the time to come here today. I'm, uh, I've been a big fan for for all your work, so I want to personally say thank you.

フィンランドサガを書いてきた時間です。それはみんなあなたのおかげ。ありがとう。Thank you very much. こちらこそ。ありがとうございます。<laughs>